今日の動画はドルステチャンネルでは初めての試みだな。この間実施した撮影の様子をお届けするぞ。ライブとはちょっとだけ違うアイドルの姿、俺と一緒におしゃべりしながら楽しもうな。それからクリスマスライブで登場する新グッズをちょっとだけ先行公開するぜ。最後までお見逃しなくってやつだな。ドルステチャンネル、ドルステチャンネルをご覧のみんな、ごきげんよう。プレゼント5のアキラです。どんなグッズを作るかカナメと相談してたんだけど、ブロマイドだけじゃ収まりきらない、あいつらのいろんな姿をもっと見てもらいたいなって話になってさ、ミニフォトブックを作ることにしたんだミニフォトブックでは私服であいつらの素に近い表情を撮ってもらったり、プライムパキッシュパーティーで着た衣装で決めたところとかいっぱい撮ってもらったから、ミニフォトブックを作ることにしたんだ。さあまずはプライムーンの撮影風景を見てみようか。みんななかなかこんな風景見れないからレアじゃないか。おいおい、3人で何飲んでんだよ。え？ああかわいい、あんちゃんかわいいね。バラ持っちゃって誰に、お、投げキスされた。お前俺にしてんのかい。次さ、お前大丈夫か。サクは衣装に着られてないか。うん、バラ見ちゃってちゃんともう入ってんだろうな気持ちが。うん、さすがだな。きっとからめ、かなめ、カナメって誰だよ。カナメな、うん、カナメの教え通りなんだろうな、きっとな。普段可愛いのにさ、しょうも、こういう時いい表情するよな。こいつスタイルがいいんだよな、うん、本当に。俺を上から見んのやめてくれって、本当いつも言ってんの。うん、決まってんな。うわ、出たよ。出やがったよ。はい、続いて、GS、みやびでーす。まあ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 、いい顔してんじゃねえかよ。え、本当に出たよ、ゆうや。何を決めちゃってんの、本当にいい顔して。え、そんなメガネなんか触っちゃって本当に。あら、かわいいね、メガネ。はいはい、かわいい、かわいい。投げ注射ってもちゃんと教え通り、うん、俺の教え通りだ、本当に。場所がいいよな。うん、いや、こいつらもいいんだけど、この場所がすごくいい。うん、ほら、この衣装なあ、ドライムたけしパーティーで着てたやつだよ。まあ、これからもこいつらよろしくな。一足先に表紙だけを披露見しちゃうよ。一冊で二度おいしいダブル表紙、プライムーンのプライムパーティーフォトブック、 GS みやびのプライムパワーフォトブック、どっちから読んでも最高なんだよ。二組合わせて40ページ堪能してもらえたら嬉しいな。きっといいミニフォトブックになってるはずだ。俺はもう先にちょっと見てんだけど、みんな楽しみにしててくれよ。もう一つ今回作ってみたのがアクリルキーホルダー。パチ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 。いや、みんながさ、ほら、これが欲しいって意見たくさんくれたでしょ。いや、それを聞いて作ってみることにしたんだよ。マクキーっていいよな。バッグにつけたり、ほら、いろんな旅行に行ってそのマクキー持ってって写真撮ったりさ、まあ、いろんな楽しみ方ができるだろ。まあ、今回はほら、 GS みやびとプライムーンのやつらには、まあ、ライブ衣装とプライムパキッシュパーティーで着た衣装、まあ、その2パターンだな、準備したから。ほら、今これ撮影してんだろ。大丈夫か、使い慣れてるか。ミュウ、あ、ちゃんと決めてんな。うん、今この撮影はそのアクリルキーホルダー用の撮影してんだ。いいよな、アクキーって。いや、俺も欲しいもん。うん、まあ、こいつらのアクキーも、まあ、かっこいいのができたんだけどさ、ち
ょっと個人的に今度、ヤマトのアクキー作ってもらいたいな。だってほら、そしたらそのアクキー持って俺が一人でどっか行った時もヤマトと一緒に二人で来たよって写真撮れるわけじゃん。そしたらもう最高じゃんか。本当はヤマトと一緒に行きたいけど、なんかあいつたまにドタキャンするからさ。まあ俺の話はいいんだけど、いやほらプライムーンの撮影始まってんぞ。あ、かわいいね、のんちゃん。キュンって、ポケットからキュンってしてるぞ。サク、メガネ変わってね。あ、いいね。こいつらのアクティもね、かっこいいのとかかわいいの仕上がってるから、楽しみにしててくれよ。あ、出た。あ、かわいい。おい、撮影集中しろ。いや、サービス精神が旺盛なのはいいけどよ。あ、キュンして、キュンして、あ、終わったのか。いや、素晴らしいな。カメラが回った瞬間、切り替え。もうこういう裏の風景なかなか見れないからレアだよな。何回も見てくれよ。アクリルキーホルダーは全部12種類。ランダムだから、俺も雅の6種類頑張って集めてやんなきゃな。開封するときドキドキしてさ、みんなで盛り上がりながら集めてくれよ。だって今日はパブリックミストを作れるって聞いてきたんだから。パブリックミスト、このカードが稽古場にあったんです。運命でしょ。確かに確かに確かに。このカードちょっと嗅いでみよう。嗅ぎたい。3つの香りを一つの香りにしていただくことはできますか。